はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、やってまいりましたベイブレードトーナメント C ブロックですね。はい、大変お待たせしました。うん、今回のベイはこの8つですね。はい、まず第1試合がロストロンギヌスのグラビティオービット対ダークデスサイザー2グレイブジャギー。第2試合がゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリーム対ミノボロスインフィニティオービット。第3試合がブレイズラグナルクバンパーオービット対ユグドラシルグラビティオービット。第4試合がオベリスクオーディントリプルゼファー対カイザーキルブルグラビティリボルブですね。この8つの米で戦っていきたいなと思います。皆さんからいただいたおすすめ改造をもとにやっておりますね。コメントいただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今回もこれでやっていきましょう。はい、それで今回もですね、これまでと同じルールでやっていきたいと思います。はい、今までのトーナメント見てない方は説明概要欄にある再生リストから前の動画見てみてください。はい、はい、第1試合からまずやっていきましょう。私がロストロンギヌスグラビティオービットで、エイジン君がダークデスサイザー2グレイブジャギ。はい、3、2、1、ゴーステン。さあどうでしょう、お互いにアタック系かな。いやこれはディフェンス VS アタックだね。さあでもあ、ちょっと危ない、ロストロンギヌス危ない。おー、よーし、3、2、1、ゴーステ。さあ低速っていうのはこれは難しいもんね。うん、ちょっとまずいな。あ、ダークデスサイザー強そうだよこれ。そうだね。おお、3、2、1、ゴーステ。さあどうだろう。うわっ、でもやっぱやっぱり低速になってきた。ダークデスサイザーが強いか。そうだね、そうだね。おお、はい、ではベイ書いて、私がダークデスサイザー2グレイブジャギーで、エイシン君がロストロンゲースグラビティオービット。はい、3、2、1、ゴーシュ。当たんなければいい、そういう感じになっちゃった。パパの打ち方が良くなかった。次は斜めに打ってる。そうだね、もちっと斜めに打たんといかんだ、これは。やばい、だけどスタミナがまだ十分にあるね、両方ありそうな雰囲気ですね。あら、プラスにできてるんだって。お、なんとこれでも、うぇー、ダークデスサイザー3、2、1、ゴーシュ。よし、カウンター出ろ。斜めにしたけど、お、カウンター出ろ。いい感じ、いい感じ。おー、おー、フィニッシュ、強いな。3、2、1、ゴーステ。おー、すごい、すごい、いけ、もう一回オーバーフィニッシュして、オッケー、オーバーフィニッシュ、すごい、強い。はい、ということで1回戦はロストロンギヌスグラビティオビットがなんとノーポイント、ダークデスサイザー2グレイブジャギーが6ポイントで、ダークデスサイザー2グレイブジャギー1回戦突破です。第2試合いきましょう。はい、エイシン君がゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームで、私がミノボロスインフィニティオービットです。はい、3、2、1、ゴーシュ。おっと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 、耐えたな、耐えた、耐えて、さあこの、おっと、3、2、1、ゴーシュ。おっと、またすごい、この激しいよね、当たり方、カチンカチンとか。さあ、おっと、おっ、おお、3、2、1、ゴーシュ。おー、すごい、また激しい試合。わー、壁に跳ね返ってスピードアップ作れてきた。でも、どうやらワーストまではいかないね。ワーストいかなそうだね。ゼノ回転数が落ちてる。うわー、ではベイ買いまして、私がゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームで、エシン君がミノボロスインフィニティオービット。はい、3、2、1、ゴーシュ。おー、すごいすごいすごい、暴れている。おお、やってんじゃぞ、やり返した。 3、2、1、ゴーシュ。多分、おお、バッシュ一発。 3、2、1、ゴーシュ。おお、いけ、ミノボロス、どうだ、新フィニッシュだ。おー、バフトフィニッシュ。
はい、ということで第2試合はゼノエクスカリバー、シックスボルテックスエクストリームが5ポイント、ミノボロス、インフィニティオビットが4ポイントで、ゼノエクスカリバー、シックスボルテックスエクストリームが1回戦突破です。はい、逆転でした。おお。はい、では第3試合行きましょう。ブレイズ・ラグナルク、バンパーオービットですね。はい。レイシン君がユグドラシル、グラビティオービットです。はい。オービット対決。そうだね。ランチャー変えます。あ、ランチャー変える。3、2、1、ゴーサさあ、そうだね。オービットだもんね。お互いにちょっとディフェンスが入ってますけども。でも結構カチカチやり合ってるよ。うん。激しいやり取りはないかな。うん、2人とも円形だもんね。あ あ, あ早くも終わった。3、2、1、ゴーサおさあ、これどうなる？あれだね。ブレイズはなんか斜めに打つとダメみたいな。おっと、カウンターが出た。当たったよ。そうだ、ブレイズなのか。ブレイズだ。ブレイズ。シートゥーワン、ゴーサイ。いけ。やっぱり予想通り静かな戦いだね。うん、どうなるでしょうか。今回はカウンターもなく。おお。はい、米交代でエシングがブレイズラグナルク。バンパーオービットで私がユグドラシルグラビティオービットです。はい、シーズン1ゴーサイ。パパ何気にそのユグドラシル好きですよね。うん、だから応援したいんだけど、いや、どっちになるか応援したいんだけど、ちょっと難しいのかな。あ、お、おい、おい、でも今のは違うよね。うん、終わってからだよね。シーズン1ゴーサイ。斜めに打ったよ。あー、イグドラシル斜めに打った方が結構アタックしやすいんだね。でもバーストには持ち込めないかな。そうだね。そうだね、やっぱ難しいね。あ、でもいけるか。あ、いった。シーツーワンゴーサイ。おお、やられてしまった逆に。はい、ということで第3試合はブレイズ・ラグナルク・バンパーオビットが4ポイント、ユグドラシル・グラビティオビットが3ポイントでブレイズ・ラグナルクが1回戦突破です。こちらも逆転。はい、では第4試合いきましょう。オベリスク・オーディン、トリプル・ゼファーが私で、カイザー・キルベウス・グラビティ・リボルブがエイシン君です。はい、スリー・ツー・ワン・ゴーサイ。うわっ、当たらなければ意味のないやつ放ってしまった。でねねねねね。お、でも早めに当たった。早めに当たったけどノーダメージ。でねねねね。なんだこれ歌。なんだこの歌は。当たってくれ早く。当たった。あー、ダメだね。ダメだね。3、2、1、ゴー。なんか今どっかに当たったパパ。いや、 A ちゃんが壁に当たってスタートしとった。あー、そういうこと。シュートして直後に壁に当たって、まあスピードアップしてここまで来た。あ、でもこれがカイザーが行くか。あー、負けた。3、2、1、ゴーサイ。おお、これはどっちでしょうか。お、バーストしたのが負けかな。うん、そうだね。はい、ベイ交代してオベリスコーディン、トリプルゼファーがエイシン君で、カイザー・ケルベウス、グラビティ・リボルブは私です。はい、スリー・ツー・ワン・ゴーサイ。おっ、おっと、カイザー・ケルベウスがもう、はい、オベリスコーディン負けた。スリー・ツー・ワン・ゴーサイ。おっ、でも安定するな。こんだけ安定するんだ。でも安定する。カイザー意外と強い。本当だ。おお、スリー・ツー・ワン・ゴーサイ。さあ、あー、スタミナが、これはカイザー。はい、ということで第4試合はオベリスクオーディン、トリプルゼファーがローポイント、カイザーケルベウス、グラビティリボルブが7ポイントということで、カイザーケルベウス、グラビティリボルブ1回戦突破です。はい、
はい、ということで今回はですねベイブレードトーナメント2017年の C ブロックをやってみました。第1試合ですね、今回勝利したのはダークデスサイザー2グレイブジャギーゼノエクスカリバー6ボルテックスエクストリームブレイズラグナルクバンパーオビットカイザーケルベースグラビティディボルブこの4つでしたね、はい、どれも強かったね、うん、特に印象に残ったのはこのダークデスサイザーそうあとこのゼノも逆転でなかなか強かったね、うん、はいということで、次回はですね準決勝決勝をやりたいと思いますので楽しみにしててください、うん、はいということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタングッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくねよろしくねということで今回は以上でございますバイバーイ。